ろしくお願いします。どうも、レゴラジです。本日はこちら2022年1月発売のマイクラシリーズ最後のセットになります。本日まで5セット紹介してきましたが、今回で最終回となります。こちらのセットは534ピースで8280円、ミニフィグは4体付いています。完成後のサイズが高さ25センチとなっているので結構大きいですね。訓練場となっていますが、部屋の中の小物も充実してるみたいです。屋根の色はマイクラっぽくないように感じますが、他のセットと並べた時かなり目立ちそうですよね。忍者のスキンのミニフィグかな。これがまたかっこいい。説明書は本のタイプでちょっと厚いです。500ピースのレゴですが、最近は細かく説明してくれるのでページ数がどんどん増えてますね。今回は5袋に説明書1冊でした。それでは組み立ての準備に入ります。まずはミニフィグと小物の組み立てのようです。小さなパーツが多めなのでなくさないように気をつけます。それではスタート。完成です。続きまして袋2の組み立てです。土台部分の組み立てかな。スケルトンとコウモリもここで組み立てていきます。袋には長いパーツが多めですね。袋2の完成です。袋さんです。組み立てはもちろん好きで面白いんですが、袋の数が多いのはちょっと苦手です。昔に比べて組み立て安くはなってるんですけどね。袋さんの完成です。さあ、半分できましたよ。残り2袋です。ここからいよいよ2階部分の組み立てになります。ちょっと和風な感じになるみたいです。忍者だからかな。袋4の完成です。ラスト、袋5の組み立てになります。ずっと気になっていた屋根の部分ですね。こんな色ありましたっけ。コンクリートでできるのかな。ま、いいか。完成です。
それでハゴゆっくりどうぞ。さあ、もう一度見てみましょう。まずはミニフィグから。ローグ、公式の説明におなじみのって書いてありますが、こんなやつ知らん。忍者、エンチャントされた弓装備機。スキンは詳しくないけど、さっきのもこれもかっこいい。そもそもこの訓練場って何なんだろ。ま、いいか。スケルトン、弓装備。そして、久々の、コウモリ。このコウモリは羽を畳むこともできます。それでは訓練場の方を見ていきましょう。でかいので、カメラを持って映しますね。あ、これなんだっけ？半の下なんたらにあるやつかな？スポアブロッサム？これって新しいやつじゃなかったっけ？後ろはこんな感じです。かまどじゃなくて溶鉱炉のようです。あと金床。防具盾にダイヤ装備があります。ダイヤのツルハシと金の剣も飾ってあります。これ、1回と2回部分が取り外し可能になってます。こんな感じ。部分はこのままでもいいかもしれませんが、1回はこのままだとなんかかわいそうですよね。でも暗かったので見やすくはなりました。ちょっと大きなセットになるので分かれるのはありがたいです。このセット、ちょっとした忍者っぽいギミックもあります。準備しますので、チャンネル登録をしてお待ちください。あと動画への高評価と Twitter のフォローもお願いします。お待たせいたしました。皆さんお待ちかね。ギミック紹介のコーナーです。忍者をイメージしたギミックだと思うんですが、説明が難しいので、とにかく見てください。この忍者が一瞬で消えますよ。3、2、1。え？本当に消えた。安心してください。ちゃんと説明しますよ。ということで、本日は特別にこの方にお願いします。3、2、1。落とし穴になってました。レゴラジ的には吹っ飛ぶギミックが欲しかった。ということで、6日間あっという間でしたが、今シーズンの6セットが全て完成しました。うまく並べるのが苦手なので適当に置きましたが、すごいですねー。ボリューム満点ですねー。明日からもレゴの新製品を紹介していきます。本日もご視聴ありがとうございました。